健康駅は、太陽国中部サラブリー県、健康医群にある、大国有鉄道東北本線の駅である。1897年5月1日、大国鉄東北本線が東駅まで、1900年12月21日には、コラートまで開通。1956年1月4日、東駅伊東の勾配区間を迂回し、東北本線。 ブワヤイ,イ駅との間を結ぶバイパス線が一部開通し、分岐駅となる。1995年8月19日には、台東部臨海工業地帯と東北本線、北本線沿線地域との間の貨物輸送の短絡ルートとして、東駅と東線、クローンシップカーを駅との間を短絡するバイパス線が開通した。 このルートの輸送力は引き続き増強が図られており、2010年、現在、当駅、東本線、クローンシップカーを駅、チャチューンサオ駅間の複線化が着工に向けて準備中である。これら各路線の開通により、当駅は上下両方向で、京視方面の路線の接続駅となった。貨物列車の運行が多いことから、有効長の長い着発線が多く配置された広い。 校内を有している。また、校内に隣接して、機関区も設置されている。東北本線は東駅伊東でチャオプラヤー川水系とメコン川水系を隔てる分水嶺を超えているが、この区間は、鉄道建設黎明期に開業した経緯から、連続急勾配区間となっており、一定重量を超える、貨物列車は牽引力を補うためあたり駅で補助、機関車を連結する。 常日の機関区はこれに関わる業務も担っている。1976年からは、当駅近くでサイアムセメント社のセメント工場が創業を開始しており、バンコク等の消費地へ向けて、セメント専用貨物列車も運行されている。健康医駅構内端式及び、島式3面の複合型ホーム4面5線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。